から6までが、まあ、ある意味で、巫女の領域と言いますかね。で、第9部から12部ですね。まあ、ピート神が第4巻が、御霊の部分ですね。御霊が、どういう方であるか、ね。そして、御霊が、この神の前に罪ある人間に対して、キリストの贖いの恵みをね、適用してくださるんですね。それが聖霊である。個人の視野での、救済を提案する。こちらは、集合的に、この救われた者を群れとして形成されていったという教会ですね。そして、最終的に、どのように完成されるかというね、終末論ですね。そういう面で聖霊の救済論的、教会論的、終末論的な働きがここにあるというね、ことですね。多くの組織神学ではもう救済論の中に吸収されて、この章がない組織神学が非常に多いんですね。エリクソンはそれをきっちり、作っているという点で新しいですし、同時にここで、精霊の人格論、御業論で、御業論の中に今日における奇跡的癒しという、ね、項目を入れている点で、また非常に今日的な神学者といいますかね、神聖なので全くそういう視野がありませんからね。エリクソンがですね、神学というのをどういうふうに考えているかというね、で彼の著作20数冊あるんですけども、そんなの見ててもですね、ペンテカリスマ第3の波、そして霊の戦いに関する言及が非常に多いんですね。で、私、いわゆるジャパンでいろいろ書いてますけど、大体そういうところから取ってるんですね、資料をね。非常に神学的にこう掘り下げられた研究の中から原稿を書かせてもらってる。日本ではそういう、資料が全然日本語ではないですからね、そういう面で非常に貴重な資料なんですね。このことは単に、エリクソンが、そういうことを取り組んでいるというだけではありません。私たちは単に組織神学を学ぶだけの人間であってはいけないんですね。やっぱりこういう組織神学的な施策をベースにしてですね、今日的な一つ一つの直面する課題を、そういう神学的な施策の中で答えていくというね、そういう力を養っていくということが大事なんですね。そうでないとですね、非常に極端な反応になるんですね。両極端になるんですね。非常にアレルギーになったり、あるいはそれにべったりになったりね。で、バランスをとって何かスタンスをつかず離れず、ね、ポジティブなところを学び、ネガティブなところを退くという、そういう、ろ過装置を持った働きとならないといけないというね。そういうことですね。それが組織神学の学びの、ポイントだと思います。で、神論、キリスト論もそうですけれども、聖霊の人格論、御業論、ね、人格論、御業論という分け方が、一般的であるんですね。で、聖霊がどういう方であるか、で、その方はどういうことになさるか。で、父御子御霊という、人格論の中で、やはり、一時に関してはほとんど神論で問題ないわけですけれども、御子の場合は、どういう存在であるかという意味で、その神性と人性の問題ですよね。一つの人格、ね、二世、神人二世、一人格論というのがあるんですけれども、で、教理史の、過去読んで、聖霊論の歴史というところで読んでもらった方がいますけれども、聖霊の教理というのは、キリスト論の教理の形成に付随して形成された教理であるということですね。で、特に初期 の、 宗教会議なんかで常に聖書解釈で、
問題になったのはキリストの位置づけなんですよね。キリストとはいかなるお方なのか、ね、神なのか、そうでないのか、ね、そこでやはり三位一体論というもの、ね、が聖書を語っていることだろうね。三神論に陥るか単一神論に陥るかという両極端のこう動きがあったわけですよね。あるいは御子は最高の被造物に過ぎないとかね、今日のエホバの証人的な、ね、考えがありますからね。だからまあ、そういう、 こうキリスト論の御子の教理の形成で明確になってくることによってですね、付随して御霊の教理も非常に明確にされてきたというね、まあ副産物というか、まあ、変な言い方ですけどね。まあ、しかしこう聖霊の教理というのは、まあ、まだ発展途上というところがあると思います。というのはまあ、ここにも書いてありますように御父また御子に関しては非常にこう明確性があるんですけども、御霊に関してはね、非常に不明瞭であると聖書の教えはね、そういう面で、まあ、今日もなお、まあ、困難があるということですね。だからそういう中で非常にこう微妙な舵取りを要求される、まあ、非常にこうどう言いますか、かきたてるようなね、そういうムーブメントが次々と起こってくるというね。しかしエピソードも書いてますけども、このムーブメントはいつまで続くんだろうか、ね、いつ色褪せるんだろうかというね、課題を常に抱えているというね。しかし私たちはですね、まあ、テントカリスマ、また第三弾、そしてまたそれ以降の動きがありますけども、その中で神学的な取り組みをするということはですね、どういうか、その浮き沈みを超えたものをやっぱり明確にしていく取り組みなんですよね。主観的なこの体験とか経験だけを追っかけているとですね、まあ、次々とですね、ある時は意見であった、ある時はこう予言であった、癒しであった、ね、知識の言葉であった、様々な賜物であったり霊の戦いであったり、もう追っかけと変わらないですよ、これのね、ブームのね。で、果たしてそれはなぜ色褪せたんだろうか、ね、なぜ次の追っかけが必要になったんだろうかとかね、もっと深い部分で神様が私たちに語っているのは何なんだろうとかね、そういうことを考える取り組みが、まあ、神学の取り組みなんですね。で、教会形成というのはそういう視点がないとですね、もうまあ、教会は牧師に振り回されるという、運動に振り回されるんですよね。で、いい意味での、まあ、霊的成長も妨げられるというね。もっとこう全体的な霊的成長の中で、聖霊の中でですね、ここのさまざまな賜物の経験、霊的な戦いというのをバランスよく何かこう着地させる力がいるんですよね。空に飛び上がったけども墜落したムーブメントがたくさんあるわけです、ね、しかしリーダーというのは常にね、離陸するときには着陸のポイントを意識していないとダメなんですよね。軍隊でも派遣することは簡単だけども撤退が一番難しいというんですよね。だから私たちは、まあ、教職者としてですね、神学をやるということは、まあ、そういうことであるということですね。まあ、全部細かくやっていけないので、まあ、一応読んどいてもらったら分かることがたくさんありますけれども、今言ったことですね、まあ、聖霊の教理の重要性、ね、で、まあ、しかし、まあ、難しさがある、ね、このことも非常に大事ですよね。聖霊のことだと何でも知ってるような口ぶりの人になりますけども、そんなに簡単ではない。ね、ヘンドリック・ベルコフという、まあ、聖霊の教理で、まあ、最良の神学書を書いたというね、私の大好きな本の一つですけども、まあ、長いこと絶版でコピーの方が最近出されてね、まあ、ぜひ持っておかれば、聖霊のことを考えるとですね、この
私がその気が変になるというふうなね、そういうふうな書き出しが入ってるんですね。非常に謙遜な神学者ですね。まあこれはエリクソンのこの聖霊のたったの2章でね、非常に浅いと思うのが扱いとしてはね、概略的でね、ポイントは予行されてますけど、でさらに深く聖霊の教理を学びたい人はですね、組織神学の領域の聖霊の書としてはこのヘンドリック・ベルコというベスト1ね、これまたぜひ買って読んで、この中からまたいくつか紹介しますけどね、で聖霊の性質ね、聖霊の5本質、神性と人格性というね、ことね、でであちこち、行きながらですね、入っていきます。最初はですね、教科書をちょっと触れながら、で後で教科書からかなり飛び立って他のところに行ったのだと思うけども、テキストとしては、ページ7ページですね。で、すでに同じことの繰り返しですけども、未知知ね、そして、御子ね、御霊とね、私たちは神学をやるですね、最初のボタンっていうんですかね、三位一体論的に考えることが非常に大事ですね。だから組織神学で私キリスト教を学んでますけども、先ほども言いましたように、十二部構成ですけどもね、一部から四部ね、六から八部、九部からね、12部ね、これが非常に三位一体論的な構造であるね、キリスト教神学ね。皆さんもですね、説教を考えるときにね、常に三位一体的な構成を頭に置いて説教されたら、いい輪郭ができてくると思う。自分の教会論のね、エリクソンですね、神の民、キリストの体、聖霊の宮というふうに、教会論にはですね、120以上のイメージがあるんですけども、それだったらバラバラになってしまうんですね。それをこう集約してこうきちっとこう形成理念としてね、確立していくためにやっぱり三位一体論的に整理していくとですね、わりかしすんなりとこう収まっていくんですよね。だから常にこう三位一体論的に考える、これは非常に福音理解の一つの鍵です。で、ここで書いてあるように最高の存在である神ね、そして、非造物の中で最も優れた人間を作られる、そしてこの人間はその、堕落したんだけども、その贖いの技をですね、御子を備える、ね、そして御子はですね、この客観的なんですね、完璧な見技、ね、
イエス様はですね、2000年前、この受肉し、ね、師匠が送られて、そして死と葬りと復活の御業を完成してね、そして天に帰られた、ね、でそういう、まあ、客観的な御業、贖いの御業を完成されたわけですね。で、見たのはね、この客観的な御業をですね、こう主観的な経験としてね、もたらしてくださるお方であるね。だから、まあ簡単に書けばですね、まあ、イエス・キリストの、ね、受肉、ね、生涯、ね、天日の生涯、そして、ね、死と葬りと復活、そして、昇天のね。で、まあ、私たちがおるわけです。また教会がこうあるわけですけども、ね、御霊が私たちが関わられるということはね、それはこのね、このキリストの客観的な御業をですね、昇天された御子がね、私たちにこの適応してくださる。というのはですね、何かこう現象的になんかね、異言とか予言とかですね、癒しとかね、そういうな面はどちらかというと枝葉なんですよ、本当はね。本質はこのキリストの贖いの御業なんですよね。これがもたらされるということはどういうことなのかというね、そこから考えないといけない。で、癒しについても、まあ体の癒しとか、まあ、色腰が痛いとかね、色々熱だと、それは現象であるでしょう、ね、しかし説教者、御言葉を使うものはですね、そのもっとこう癒しの奥にあるものを見つめていないといけない、ね、でこれを見つめているとあまりですね、現象がですね、こう起きるとき起きないときね、あるいはこういろいろムーブメントがあるとかないと、それを、まあ、超越してやっぱり取り組むことができるわけですよね。やはり癒しというのはずっとあるわけですよ、求心やね。しかし何かこう何かこうそのミニストリーする人のね、アジテーションのうまさとか、あるいはこうアメリカなんかであればですね、大々的にブワーッと宣伝してですね、町から町へ移って献金をかき集めて、次々とこう巻いたら宣伝と集客と、まあ、集金のシステムみたいなのを完成させているミニストリーやってる人結構あったわけですよ、今までね。でそういうのはものすごく非難されているとかあるわけですね。しかしまあ堅実にこういう取り組みをしている人もいるわけでね。だから癒しということもですね、やはりこう KBI はまあそういう面で非常にペトカリストの特徴を受け継いでますけれども、表面的に受け継いでいるのではない、ね、私たちは本質を見ながらその現象を考えるという、でそういうことを、まあ、学ぶところであると思いますね。だからこの祝祷なんかね、こう主イエスキリストの恵みとね、主イエスキリストの恵み、まあ、父なる神のね、神の深い愛ね、ね、そしてこの聖霊の親しき交わりと、こういうふうにまあ祝祷しますけどもですね、でこれはですね、非常に重要な祈りですね。それはですね、この父なる神のご愛がね、主イエスキリストの十字架の客観的な御業を通してね、
このそしてこの注がれた聖霊を通して今日的に私たちにもたらされるようにという祈りですからね。だから私はこの祝祷を祈るといつもね、このエリクソンのこの12部が走馬灯のようにふわーっと流れるわけですよ、ね、この神の深いご愛と言ったらですね、やはりこの神様の計画ね、制定から始まる制定、創造、設ね。そしてこの御子のね、この堕落した深みにある人間に対する贖罪の御業ね。でそれがですね、それを通して聖霊がその恵みを私たちにもたらされるんだ、もたらされるようにとね。だからこのわずかのそういう祈りとか、あるいはこう語る言葉はメッセージでもこの氷山の一角のようかもしれませんね。ね、氷山の10分の9ほど、まあ、海面下に沈んでいると言いますけども、メッセージはこの部分を語ってるかもしれないけども、私たち の福音理解がね、その氷山メッセージの下に隠れてないといけないわけですよね。やはり、こういう部分のこういう理解がね、ここにあって初めてこのメッセージが生まれてくるというね、そういうこの思考を絶えずしないで、ね、ヨハネ3章16節で、ね、この神は一人を賜るほどにこの世を愛された、それは御子を信用しているよりも滅びることなく命を持つためである、ね、でそこにはですね、この神が ね一人を賜るほどに愛した、ね、それは御子を信じる者ですね、一人も滅びる永遠の命を持つためであるね。でそこにもですね、まあ、小さな聖女と言われますけども、この組織神学の全体を抱え込んでるわけなんですよね。でそういう視点を持って御言葉を解釈しないと本当にいい説教は絶対生まれてこない。御言葉の表面だけ撫でてですね、それで良かったというのは、まあ幼稚園のまだね、生徒ぐらいね、ストーリーを話すだけで、もっとこのなんていうかね、本格的な神学的な意味合いを込めて何かこう語らないとね、メッセージっていうのは、ね、本当に届かないですよ。ちょうどこうラーメンでもね、このスープの味を出すために何日も前からこういろいろね、骨や何や豚骨だったら入れてね、作るわけですよ。そういうなんかね、なんか私たちのこう思索の深さというのがね、メッセージには求められるわけですね。だからこの聖霊というお方についてもね、聖霊、言葉では聖霊が溢れてるけれども、中身が全然ない説教がたくさんあるわけですよ、勢いだけというね。で聖霊に関して、まあ、いろんな本ありますけども、もう一つおすすめの本はこの、まあ、いろいろおすすめしますけども、また回してもらったんですけどね、仲介者なる感じで、ジョン・V・テイラーというね、まあ、最初の本は、エンドリック・ベアルト、人生の骨格を作った本ですね。まあ、JC 信号官が書いてますけども、まあ、義人性化証明というね、私はずっと、まあ、ここにもちょっと持ってきますけども、大体、まあ、こんな感じで聖霊論の研究を何十年もやってるわけです。大体こう表は僕一部で何百冊の聖霊論の本を世界中から収集してきてやったんですね。でまあ小論として随分必要に迫られてね、いろんなセミナーとかあれ関係でですね、作っては牧師会とかで話したりね。でその中でですね、自分の福音理解といいますか、聖霊、経験理解というものが形成されてきたわけですけどね、その基本的な構造の一つは、まあ、ベルコフのこの本のこの教理の中の救済論のね、
理解の箇所でね、ほとんどの組織神学は義人と成果でしか救済を語ってないねって言うんですね、ベルクマン。実際そうなんです。組織神学はたくさんの組織神学者の本を集めて比較研究すると分かる、義人と成果で語る、ね、しかしこのベルコフはですね、ペンテコステカリスマ運動が20世紀で始まって、あの第三の領域に光を当ててきたんだよね。それはこの聖霊のバプテスマとか聖霊の満たしという領域である、ね、そしてここで語られている神学的な意味合いの深さというものは、ね、あまり知られていないという意味で、ね、で彼は組織神学者としてこの領域を徹底的に掘り下げるわけですね。枠組みを提示するわけですね。で私はこれをですね、もうこのメッセージを何十回もしてきたし、あのこれからもしていくあれですけどね。で、まあ、結局神様の前にね、罪深いも罪許されるね。そしてこう、ローマ書の構成に沿ってるわけですけども、まだね、この肉の性質の問題がこのね、扱うね、解放ね、根絶ではなく解放というね。でこの証明というのはですね、まあ、聖霊の満たし、ね、でベルコフはですね、この聖書のメッセージはですね、単なるこの救いの物語ではないという、イエス様信じて、神様信じて救われて天国に行きましょうという、そんな、それだけの書物ではない、ね。イエス様信じて救われてね、清いものと、ね、そして、聖書はですね、この証明の物語である。ね、私はこの言葉を読んだとき、非常に感動しましたね。ね、ノアは神を信じて、ね、それで終わったの。いや、そうではない。ね、彼は家族のために箱舟作りに召されてね、生涯それにね、山奥で捧げた。モーゼはこのイスラエルの民を自然から導くために召された、ね、でパウロはね、教会迫害してクリスチャンポルトほどの人だったけども、彼はね、このキリスト教会のために、ね、新約聖書の半分を、ね、13通の手紙をで、聖書はですね、すべてこの、証明の書物、物語であるんですね。だから、この聖霊の満たし、ペンテコステの経験というのは一体何を意味するのか、神学的に、ね。現象的にじゃないんですよね。いろんな現象があるんですよ、賜物にはね。しかしね、聖霊の満たしの目標は何か。それは証明であるんですね。で、まあ、私は、まあ、この関連でいろいろね、まあ、このカルペッパー、ね、カルペッパーの瀬永美奈組織学教授ですけども、最初カリスマに反対したんですけども、カリスマ運動にねこう関わっていく、そして、まあ、研究所を出した人です。で非常にこれで、まあ、歴史的聖書的な全体的なね動きが見えました。ケビアン助手してる時にね、この本が、そして私はこの本を研究しまして、特にこの本の最後にある重要参考文献の、まあ、30数冊の、まあ、ほとんど、まあ、英語ですね、翻訳もあるんですけど、まあ、その本をほとんど集めたんですね。フラーに行ってる人に、手紙を送って、フラーの図書館にしかないような書物を、ね、コピーして送ってもらったりとかね、いろいろ苦労して集めて、まあ、それをほとんど読んでですね、どう言いますか、でそれから最初の、まあ、小論文を書いたんですね。三崎勉強会の25周年の記念式でね、聖霊のバプテスマの神学と経験に関する一考察ということでね、で聖霊の満たしということを、まあ、もう少し分かりやすく言いますね、これはアーノルド・ビットリンガーというこの、まあ、まあそのカリスマ運動の参考文献の中に
重要な側面があるんですけども、あのギフト&グレイスというね、賜物と恵みね、まあ、これは内容的には第一コリントの、まあ、12章、13章、14章の、まあ、解説なんですけども、単なる解説じゃないですね。まあ、この資料集の中に、まあ、こういう研究 の、まあ、成果を全部こういうふうに収録して、まあ、JC の中では随分配布してきたわけですけども、もう30何年もなりますけどね。例えばですね、威厳についての、まあ、解説なんかでね、その威厳だけについて解説になるんです。旧新約全体から見るんですよ。で、一番面白いのはですね、このハンナの祈り、ね、憂いと悩みに溢れているこの女性がですね、魂を注ぎ合う、ね、祈り、ね、そしてその祈りが聞かれてですね、そしてこの心が晴れやかになるというね、あるいは詩篇の中のね、魂を注ぎ出せる、そういうふうな祈りのそういう側面で、でそういうこととですね、この新約における威厳の体験、ね、とのまあいたら、このまあいわば有機性ですよね、一体性ね、そしてまた全身性ね、徐々に現れていく、進んでいくっていうね、こういう視点でですね、聖書全体からその賜物の深みを解き明かす、この内容の前から、ドイツの神学者ですけどね、この人は世界宣教会、まあ、世界会議の中で、まあ、聖霊賜物についてのどう言いますか、論文を書いてほしいと、ね、いうことを委託されてですね、非常に素晴らしい、まあ、2冊の本になってますけど、ね、1つは僕よく両手に入れてないので、ギフト&ミニストリーという本がもう1冊あって、それはどないしても手に入らない。この本は学生がアメリカに帰るときにお土産として持って帰ってくれた本ですね、まあ、あらゆるルートでですね、もう文献収集にまあ、力を尽くしてるわけですね。で、10年15年経ってやっと手に入った本結構あるんですよね、出版になってたんですよね。しかし、まあ、必要にまあそれもで、そういうこので、まあ、聖霊の満たしですけども、この中にですね、聖霊の満たし、聖の注ぎの経緯何だろうかってね、でその中でですね、面白い話書いてるね、雨はこの天から注がれている、ね、地上にね、全世界に、ね、同じ雨が、ね、そしてこのどう言いますか、大地を潤すんだ、ね、そしてその水はですね、この小川となる、やがてこの庭園を潤すんだ、ね、で、精霊の賜物というのは、ね、でまあ、いろんな視点でいろんな本があるわけです。聖霊の賜物に関する書物でもピーター・ワグナーがね、あなた様は許可性を助けるという本の中に、大体いろんな聖霊の賜物についての本が紹介されてますね、いろんな教科、まあ十数冊ありますけど、まあ、それも全部集めたんですか、集めて読みましたけども、まあビットリンガーが言うのはですね、一人一人のまあ賜物ってね、それはどう言いますか、球根のようなものだね、ね、で精霊の注ぎね、精霊の注ぎ、それはですね、その土に埋もれた球根に対してね、天から雨が注がれるようなものだね、そしてこのね、光が注がれるね、そしたらですね、この球根がですね、やがてですね、まあ、春になったらこの芽を吹いてね、そしてこのやがてこの、まあ、花を咲かせる、ね、まあ、赤いチューブ、ね、
それでは赤いチューリップであったり、ね、黄色いヒアシンスであったり、ね、このいろんなこうね、こう、まあ、多彩なね、花を咲かせるね。それが精霊の満たしの目的である。ね、こういうふうに言うんですよね。だから、この精霊の満たしというのはですね、この私たち人間存在、ね、罪にたらく神様が離れて、このほたらかしされたようなね、そんなものが神様の元に帰ってね、本来の自分になること。神様が本来意図されている、神様本来計画されている、そういうこのなんて輝きを取り戻す、この自己完成、主にある自己完成に向けてのね、この働きなんだというんですよね。でここは非常に深い思索があるんですね。まあ実存主義哲学の中でもそういう視点があるわけなんですけども、それは人間存在ね、人間の個というものの価値というものをね、徹底的に掘り下げた哲学ですけども、私はですね、この神学の捉え方の中にはね、人間に対する洞察の深さがあると。多くの場合ね、このまあ献身者でもクリスチャンでもね、なんか教会のあるいは牧師のねビジョンの犠牲になるような扱いを受けてる場合が結構多いんです。共産主義なんかのやり方と一緒ですね。中国なんかね、三国志なんか見てもね、何十万という人が死んでいくわけで、戦いの中でね、日本の小競り合い、桶狭間とかそんな戦いあるようなね、ものすごい数の人ね。だから中国の人間の命に対する考え方とは違うなと、まあ、人を草のようにやつか、火をつけて全部燃やしてしまうわけですよ、ね、全滅させるわけですね。そういうふうなこの人間の扱い方と違ってですね、このまあ実存主義哲学の真理、またこうまあ、そのポジティブな面をね、この福音主義神学を取り入れたとすればですね、この精霊の満たしこそですね、人間の尊厳を取り戻す手段なんですよね。だからそういう視点を持たずに精霊を語り、精霊の働きをですね、この用いてですね、教会の道具、あるいはこう牧師のビジョンのなんか手足のようにね、働き人とか、まあ、そういうチームを使うような傾向に対しては、私は非常にこの怒りを感じる、神学的な欠陥だと、ね、で皆さんに対してもそういうことを、まあ、ぜひ、まあ、チャレンジしたいですよね。教会教って何なんだ、クリスチャンとは一体何なんだ、もしそんなですね、教会のために犠牲になるようなのは誰も教会に来ません。来たくない、ね。来てても、もう逃げ去ります。しかし、教会こそ、ね、教会こそ我が、この存在をですね、この最高度に実現してくれるね、この場所であるというね、そういう神学的な確立がいるんですよね。だから、義人聖歌証明というのは、私の場合はね、この、本を読んだときにね、このそれが土台になって、まあ、最初は進学校卒業してね、まあ、改革で新聞配達の牧師やるかなとかね、まあ、そんな感じで献身したわけですけども、女子としての声、そして三崎で一年牧師して、その後、まあ、強烈に3年間勉強に行ったんですけどね。でその後でまた現場に戻るかどうかというね、そういう場面で、その時に私はある意味でね、牧師から進学教師に献身したんです。ある意味で、ね、分かりにくいかもしれないですね。で、なんでこのような言い方をするかというとね、まあ、昨日のまあちょっとまあどう言いますか、教師会の小委員会でもね、まあ、KBR 卒業生が500人余りいるそうですけども、大体牧師とか伝道師として現場にとどまっている人は大体半分ぐらいだそうですね。で、これは他の進学校から非常に高い度合いなんですね。しかし、まあ、その半分ほどの人はやはりこう一般の社会人に戻ってね、でも教会離れてる人もあるね。だからこのだから同窓会なんかやってもやっぱこうそういう人は顔出さないわけですよね。で、私はね、どう言いますか、進学校を別に卒業しても普通の社会人に戻っても、まあ、決して恥ずかしくないと思うんですね。
まあ、私なんかどっちかというとガソリンスタンドの従業員でガソリン言ってるだけですからね。まあ近所の人はまああの昔はまああのまあまあそれなりにね学校で提供できた方なんですけども、まあ、まああの子がまあ学校あのあれは今ガソリンスタンド会社とないなと思ってる人はたくさんあると思いますけどね。ほんで僕よりだいぶ成績悪い人もみんなわりかし学校の先生になってね偉そうにしてますからね、オープンとかね。まあ田舎ではほとんど無名の存在なんですけどね。でもまあそれは恥ずかしくないですよね。自分としてね、あらね、あの教律が終わった時に思ったことがね、あのまあ人生もまあ35ぐらいですかね、だいぶ働き人として半分ぐらい終わったなと。残された時間を自分が本当にすべきことだけをして時間を終えたいと思ったんでね。だから何十年か牧師をして、それ退職してから神学のねそういうことをやるらしいね。もう飢え死にしてもいいから明日からこのことだけをしてね時間を過ごしたいと思った。3年でもいいとね。そしてまあ歩み始めたわけですね。まああの脳サポートのポジションでですね、あちこち、まあ、教会の様あったら立場とかサラリーとかあったら、しかし自分はそうすべきでないと思ったんですね。自分にはなすべきことがあると思ったんですね。まあ、それが、まあ、あの何かはその時はまだはっきり分からなかったんですけども、だから、まあ、私はこのように言うのはまあ、皆さんが将来どういう進み方してもね、このこういう理解の中に自分を完成させてくださるね、まあチューリップであれば最も美しいチューリップになればいいわけですよね。他のものになろうとするんじゃないし、だから僕しながらそのいろいろまあそう現場フルタイムの方しながら、それはサポート周り、教会周り、全部整ったらそれ、いいですよ。ね、しかし、まあ、多くの場合はそうではない、ね。自分で働きながら、何かこう、食うや食わずの生活しながらですね、場合もあるわけですから。でそういう中で、燃え尽き症候群とかね、いろんなことがありますしね。でそういう中で、私を支えてきたこの教理なんですね。だから教理というのは命なんです。命の輪郭なんですね。だからよくまあオーソドックスな牧師像からの視点からね、いろいろ批判を受けたことなんですね、僕はね。しかし自分は何でも手を出してね、ジェネラルなそういうミニストリーに召されてないんですね。やはりこのいろいろやろうと思ったらできるんだけど、あえてそれをしないね、このなすべきことだけをするね、24時間365日自分は回ったらガソリンスタンドにいても遠いの入ってもどこでも私進学書を持ってるわけなんです。だからもうエルクソンの役者の時、エルクソンの本が枕になったわけですね、私もね。で寝ても覚めても何をしててもずっとそれやってたわけですね。今は私やってるのはこのジョージ・ラートの終末論の本ですね。無線ネオク説とディスペンセーションの両極端しかないからね、ちょうどエリクソンのように終末論の、まあ、スタンダードになる本なんですけど、日本語ではないのでね、これを、まあ、3章あと6章とか、ね、これを寝ても覚めてもやってるわけですね。だから、まあ、自分はこう自分の召されていることに対して命がけで生きようというね、うん、他のことはしないね、うん、だからまあ皆さんまあいろんな導き方があると思うんですけども、教理を自分のね信念とし、ね、人生の骨格として持ったらね、その揺るがない他のね思惑、人の考えとかね、そういうものに左右されない、これから自己評価するわけですね、神学的な視点からね、人の評価はどうでもいいわけですね。
まあそういうことでね、このどう言いますか、あのまあ議員成果証明という、まあ、メッセージはこの JC 振興国家解説の終わりの方につけてますのでね、まあぜひ味わっていただきたいと思います。これはまあ私のライフメッセージの、まあ、一つですね。はい、そしたらまあ、まあ、10分ほど休憩しましたね。はい。